白石駅は、北海道札幌市白石区平和23丁目北6番1号に、ある、北海道旅客鉄道の駅である。駅番号は、H03。電報略号は C。当駅と札幌市営地下鉄白石駅の、一関係函館本線を所属線としており、千歳線を加えた2路線が乗り入れている。当駅は、JR 北海道の基本計画上での千歳線の、 終点であるが、千歳線の列車はすべて、函館本線に乗り入れて、札幌駅へ直通する。当駅から札幌駅までは、複々線となっており、函館本線系統、千歳線系統が、それぞれ別々の線路を使用する。札幌市営地下鉄東西線にも、同名の白石駅があるが、両駅は、約 1.6km 離れた別の場所にあり、乗り換え駅とはなっていない。 事故、トラブル等による JR 線運転見合わせ時の振り替え輸送駅にも指定されていない。同駅へ連絡するバスについてはバス路線武士を参照。1976年の白石駅と周囲約2キロメートル範囲。左が札幌方面。厚別駅と同様、かつては加担中央に陸軍兵器補給省の軍用駅があり。 当駅の厚別川から軍用船が敷かれていた。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの1948年、米軍撮影航空写真 USAR246 から177でその軌道を確認することができる。また札幌よりの現在の道道89号環上通の立橋が建設されているあたりから、東札幌駅に向けて、 白石駅に乗り入れていた常在系鉄道が国鉄線脇から分かれていたが1971年の写真ではまだ確認することのできた軌道跡は跡形も残されていない。本線左上には当時貨物駅であった東札幌駅からの貨物専用線が合流している。この白石駅方面への合流線は1968年に敷かれたもの。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成配線付き田口方向別の島式ホーム2面4線の、他に2線を有する京城駅。ホームの付番は、南口側から2、3、5、6番線となっている。直営駅で、緑の窓口、離せる、券売機、自動改札機が置かれている。待合室に、セブンイレブン、自由通路内に、 パン屋がある。駅の東側にはカートレイン発着所があったが、2008年1月に解体された。その後、パークトレインの駐車場や、京上駅加工事の工事として利用された。2019年度の1日平均乗車人員は8418人で、ある。利用者の増加が著しく、2013年には大麻、北広島の二駅を抜いて、現在は、 同社で利用者数が9番目に多い駅である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。旧白石村の中心市街地に隣接している歴史的経緯から商業地域として発展してきた。駅前にはコンビニエンスストアといくつかの商店、飲食店等だけがあるほか、国道12号までの約700メートルの間には、 スーパーマーケットや薬局が存在している。都市化が進む前は二十歳が広がる地帯であったが、住宅街となった。公術の JR 白石駅周辺整備事業の工事中であり、市弁となる施設は見られない。道道864号北13条北号2までは約350メートル。札幌市により JR 白石駅周辺の整備事業が進められている。 事業案の内容は以下の通りである。白石駅を京城駅に建て替え、高齢者、障害者などへの配慮としてエレベーターエースカレーターを設置する。歩道橋に代わり自由通路を建設。鉄道で事実上分断されている南側と北側の往来を活発にし、南北のアクセスの悪さを解消する。南口広場を拡張し、北口にも駅前広場を新設。 それぞれ駐輪場のほか、バス発着場、タクシープールも再整備される。北口広場からの道路利便性を考慮し、道広場から北13条北号通りまでの間に、白石駅北通りが開通した。かつて駅周辺にレンガ工場があったことから、広場モニュメントにレンガが使用されている。2005年度から翌年度は設計及び周辺住民への説明。 用地保障が中心で、実際の工事は2009年4月から開始した。2011年1月30日に、京場駅舎の供用が開始された後は、旧駅舎の解体やホーム有効調の延伸が進められる予定である。なお、駅舎の供用を記念して、公券の記念入場券や記念オレンジカードが発売された。 南口バス乗り場北口バス乗り場路線は2018年12月1日、現在。かつては南口のみ停留所が設けられていたが、2008年12月17日より、駅北口のバス乗り場の利用が開始された。停留所名は JR 白石駅。停留所名は JR 白石駅北口。ありがとうございます。